皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、9月2日、20時34分、先月の8月9日の件について、朝現れたのが三笠宮家の明子様であれば私の方が言い過ぎたということで、謝罪をいたします。でそれと、ただこちらの状況を理解していただきたいのは、その朝から、こういうふうにトラックは来ていて、以前も同じパターンだったと思うんです。業者名はこの動画を見てもらったら分かるんですが、車のドアでバタンってされて、無理やり、外におびき出すというか、そういうような方法をされて怒らされているのと、この日も睡眠時間が2時間で、ちょっと待ってくださいよ。もうこの、一時停止で、見にくいですが、こういうふうに後ろから追いかけていって、そのエネルギーの残存量問題だとか、その血行問題だとか、やっぱり今も話していて、撮影のその最初の時と比べて、やっぱり顔を撮られてるじゃないですか。だからあの時後ろから、顔作りのために来てるんじゃないかと、そういうふうに言いました。で、残念ながらそれは、阪神タイガースの矢野さん、もしくは、畠山さん、ボクシングの畠山貴教さん、どちらかというと多分ボクシングの畠山貴教さんの方だと思うんですけども、僕の顔を使って、若い子の顔になってると、そういうふうなことを目的で来ていて、例えば畠山貴教さんとだったら普通に話し合ったりすることぐらいはできると思うんですけども、その他一般人のものも含めて、そういう人間が多数いる存在する。そもそもで言うと、もう晴山整骨院がそうでしたから、だから、もう今体に呪いが来てるんですけども、どうしてもああいう口調になってしまいました。申し訳ありませんでした。斉藤さんが机を叩いてたとかっていう、その以前僕は送った SD カードの中で、自分でもそれ記録を持ってなかったから、自分がどういうふうなことを言ってたかっていうことすらもう今や認識できてないんですが、多分精神病院の件だとか、その集団で晴山整骨院に集まって、僕からしたら一人の人間のせいにして、何もかもそのなかったことにしようとしているのか、何なのか。安倍さんのことは好きでしたけども、結局安倍さんとしっかりと話し合いができたことも、2011年以降その SD カードを送って、そのオバマさんのこととかも一緒にこう喜んだりとかもなかったですし、一緒に喜ぶっていうのは、その同じ場所に存在する、お互いしっかり声に出して話し合えるだとか。だからこの間のその岸田さんのユンさんとの会見で、泣きながらごめんってその僕に謝ってくれてる映像を見たんですけど、もう今心の中にあるのは、その岸田さんも僕と会って話することなくこの人生過ぎ去っていくのかなっていうのがあります。それはもう橋本徹さんもそうですし、吉村さんもそうですし、今の大阪維新の、もともと大阪維新の会で現在維新の会の吉村さんもそうですし、
今までのニュースとかでも、うん、きつかったのは、うん、例えば去年裁判所に提出した内容で、その音楽家の坂本龍一さんっていう人がそのお亡くなりになられたそのニュースで、その前後にどういうことを言ってたかで僕に会うっていうことを大きな声で言ってる映像とか、けど会って話し合った記憶って全くないんですよ。それはなんていうんですかね、こう記録に残さなかったら忘れる部分はあるんでしょうが、多分横通り過ぎたりだと思うんですよ。まあそういう部分でもその、まあ助けを求めてる部分もありますし、なぜ誰も話し合いをしないんだろうなっていう不可解さと、まあ僕にとってはその、まあ集団でこういじめられてるような感覚、もうどちらかというと、まあ一人一人はそういうつもりはなかったとしても、その特に外から絡んでくる連中とかはそうでしたし、最初の頃の例えば数年前のひどい時は、10年近くにわたって朝明け方から起こそうとするものだとか、それもあの朝の6時5時4時とかそれぐらいだとか、夜は夜で別の人間が、夜中起こそうとしてくる、それも持たないですよ、こんな状況下で。でそのインターネット上でその斎藤知事のその、机を叩いてだとか、まあ僕はどういうふうなことを言っていたかだとか、全員その内容についてその本当にその状態が正しいのか正しくないのかを考慮してもらえないですか。その集団で一人の人間が過剰にいじめられてる、で、まあ、いじめというかもう集団暴行ですね、その今までの件もそうですし、ずっと僕一人が狙われて、やっぱりこうどっかで関係者とか、そういう人たちに利用されていたっていう部分が、それは事実としてあります。で、阪神・淡路大震災の家屋全壊の被災者を捕まえてここまでするかというような感情はどうしてもありますので、朝からもう無理やり起こしに来る連中とかいたら、やっぱり態度的に、まあこういうふうな、ケースになりやすいのと、あとそれを利用されてもともと代わる代わるのいろんな人間で挑発行為を行われて、おびき出されるように外におびき出されて、2008年、有馬警察署の隣のオートバックスのところで男4人組に殴られて両顎を割られてるんですよ。しかもそのうちその殴ってきた1名の人間に関してはその立ちしょんべんをしていて、そのしぶきがこちらの方にちょっとかかってるんですよ。でこちらはもうそんなところしないで、すぐそこにコンビニがあるからもうそこ行ってしたらええやろっていうようなことを、言っていて、まあある程度の口調で言いましたけども、怒鳴るような言い方ではなかったんですよ。だけどもそのオートバックスの横のコンテナのところから男3人が待ち構えていたかのように出てきて、で4対1というケースになって、そういうふうな目に、もう10年以上前からあってますから、車のドアの音とかもうすごく嫌ですし、実際まだそれやられてますし、で、以前も何か同じようなケース、インターネット記事とか見ると、
その兵庫県知事斉藤さんが机を叩いてたとか、まあ、それを僕に見立てて記事にしてるっていう部分はなんとなく分かりますし、その記事にしてる人たちに人の心あるのかなっていう部分がありますね。ここまで集団でめちゃくちゃなことしておいて、それで一回怒ったぐらいでそこまでひどい目に遭わせるかっていう、まあできるだけ怒らないようには日々努めてますけど、今はまあ今日は9月2日、まあ、秋篠宮、まあ佳子さまなのか佳子さまなのかどうかもう分からないですけども、以前も同じようなことがあったような気がするんですよ。で、まあ精神的にも参ってるっていう部分ですね。その早く早急に、証拠になるその動画だとかそういったものを、裁判所に提出しなければならないんですけども、まあ、気力はもう泣いていて、こう行動がなかなかできないっていう状況です。で、まあ先にそういった証拠を探す前に、あきこちゃんと思われる人物にもうごめんなさいね、そのもし名前違かったりしたら、で、なぜみんなそういう行動をするのかなっていう不思議さはあります。まあ今回の件は、イカサの宮、アキコさんへの謝罪ということで、メッセージを送りたいと思います。まあ、名前の読み方間違えていたら、なんか昔も同じような件ありませんでしたっけ。なんかもう同じパターンに僕もハマり込んでるような気がどうしてもするんですよ。今日も帰りスーパーマーケット若葉のイオンモールで買い物をして、帰り何かこう警察に言ってくるわって言ってた、まあ男性と女性、まあ、髪の毛を染めていて、まあ、まあちょっとぽっちゃりとしてる体型の人なんですけども、まあ赤信号を渡っていきながら、まあそういうことを言ってる人、前も同じ行動してたんですよ。何回も何回も、まあそういう行動をしてるんですけども、そういう人とその遭遇するっていうところで、まあ何かこうパターンにはまり込んでるなっていうのはありまして、その今回の謝罪の件で、その NHK のその手話、NHK じゃない、手話甲子園で、その佳子ちゃんが私が謝罪しますって言ってた分を、結局僕はあきこちゃんに謝罪するような形になってる。僕もあの、もう本当になぜみんな話し合いをしようとしないのかのところで、もう完全にわからないですとしか言えないです。まあ、9月5日の件は一応信じてはいますし、まあ、やっぱり呪いが来ますね。信じているんですがっていうことを言ったんですが、そのまま裁判所に出してっていう声が聞こえてきてるんですが、まあ、その佳子ちゃんと言ったらいいのか、よしこちゃんと言ったらいいのか、もうそこからしても頭の中もぐちゃぐちゃです。以上です。皇室の皆さん、すいませんでした。以上です。